Still in love は抱きしめたくなる薄さだに対するみんなの反応集。153cm、72、50、76。薄い。72か。抱きしめたくなる体型。全キャラで2番目くらいにウエストが細い。薄い方がより密着できる。細すぎて心配した成人 OG 馬娘がいっぱい食わせようとする30回復イベントがあるといいな。その通りですね。ウエスト50は細すぎだろ。薄命だから薄くしたのかな。馬娘といえどもここまで薄いと軽く抱きしめただけで折れそう。こんな薄々な子が劇場かってのがいいね。鈴鹿さんって中肉くらいはあったんだな。割と背が高いだから余計乳がないのが際立つんだが。勝負服も出てたっけ？出てるよ、がっつり肩出てるから細いのが際立つ。他のトリプルティアラの子が軒並み長身でむっちりがっしりしてるのにこの子だけ異質。全身から発光さと愛の重さが出てる。私服だと取るのかな、この寸法っぽい何か。勝負服でもつけっぱだから私服でも風呂でも取らないと思う。シュバルの帽子も外したし、外したモデルは作ってるんじゃないか。なんて言うんだろうね、このウェディングベールみたいなやつ耳カバーと一体化してんのかな。それこそ馬娘のウェディングベールはこんなんなのかもしれん。そういえば今までこういうカバーの子いなかったのか。もっと細いのが身長も低いフラワーだけ。同じウエストがやはり身長低い体身だけ。1センチ太いビブロスが華奢すぎと作中で言われるレベル。細ミラクルよりまだ細いのか。ちゃんと飯食ってる？大丈夫？お菓子なら食べてる。調べてみたら他からモーヌとドンナとタクトか。タクトの身体データまだ出とらんし。汎用の制服だけどほっそりって感じではなさそう。右のデアリングハートが165センチなんで体格はいい部類だな。153スケル、157クラフト、158ビルシーナ、159シオン、162メサヤ、165ハートウルフェ、167ザリオドンナ。2部メンバーでっかいんだな。思えば名前からして激おもメンタリティな感じある。ヤンデレ化しそうな馬娘第1位だったからビルシーナもヤンデレになりそうとか言われた気がする。発表前に書かれた幻覚もほぼ目のハイライト内系なのがすごい。今までヤンデレ系馬娘っていなかったよね。50はアスリートの腰じゃねえだろ。赤き魔物を抱いてという2つ名だし狂気に取り憑かれるタイプっぽいんだよね。インブリードきついし多分そこから来てるんじゃないかな。小悪化で走らなくなったの赤き魔物に食われたって表現するの最芸趣味してるな。インブリードの結果の気象なんと言われてるから赤き魔物は言えてみよう。元の馬的にはシニアでどんどん気象悪くなっていくのをどう元に戻すかみたいな話なりそう。白いワンピース着て儚げに佇んでいてほしい。もしかしたら赤き劣化のことかもしれないだろ。もう幸せさん関連で赤って言ったら赤い糸しか出てこな。プールに入れたら脂肪が少なくて沈みそう。でもライトハローさんにトレーナーを先に失礼されちゃうんだよね。刺されるよ。苫小牧もで禁にされるよ。別に困らないわね。上の一つ流れでタルマエとも絡みがありそう。B72 を設定するのは特別な覚悟がいるぞ。薄すぎて別のすれ立てられた。72は薄さを象徴する数字。過去から来たまとめ。ここまで細いと肋骨浮いてそう。刃物ちらつかせてくるタイプのコテコテのヤンデレであってほしい。今時ヤンデレおらんからもうヤンデレってだけで嬉しいわ。依存排除攻撃型など複数のヤンデレ属性持ちだとなお嬉しい。こんな細い子にめちゃくちゃむさぼられる可能性があるとか興奮してきたな。これでトレーナーも低トレ何かそれ以上に重かったらどうしよう。すごい性癖に刺されそう。ご要望にお答えしてトレーナーを過去最高に重くしてみました。かっこ 150kg いかがでしたか。だって秀明が駆け落ちしたいとか思っちゃうんだもの。純愛だよってマヤが言ってた。マヤ知らないよ。知らねえっつってんだろ。困るんだよね。勝手に知ってることにされちゃ。こんな子がエリジョで本番直前にトレーナーが最大者だと突きつけられるんだよね。実装前に公式からここまで闇属性扱いの娘いたっけ。原案カフェとか駆け落ちするほど恋焦がれたのに赤子一人だけ残して創生してしまうなんてほんま存在自体が悲恋物語やな。そして数年が経ち、その子供は記憶にはない母を思い今日も信じに勤しむところで物語は終わる。さすがに鈴鹿さんよりはあるでしょ。待って、この記事昨日も見た気がするんだけど俺スタンド攻撃受けてる？ファンタジーやメルヘンじゃないんですから。スティルの方がヤンデレというよりはミユキッシュの方が愛が重いんだよな。インブリードで闘争本能高めた結果制御不要になったって書くと髪色合わせてヤガミよりめいておるな。ヘイルプリーズンの 3×3 が理性に訴えてくるのかな。明日の天皇賞次第でミユピーに恋する子が増える可能性。ユージ派とミユピー派で戦争になりそう。
鈴鹿って肉ついてる方なんだな。ペラペラやん、俺でも勝てそう。そう言い残してババに入った彼の姿は瞬く間に彼方へ消え去ったのです。赤き魔物 USSR もバシカクスの強権作魔魔丸もすっかり丸くなってしまったから、スケルさんには牙を失わないでほしい。この子は胸のボリュームに気をつけなくてよい。いいね、実にいい。ハチャウも合わせて実装するかもだけど絶対引くわ。でもよう、まな板と爆乳を比べたらよう、まな板の方が軽いし揺れないから走りやすいだろう。アスリートはまな板がいいんだよ。逆にウエスト2センチしか違わないのにほぼ G カップのゼファーのヤバさが際立つ。魅惑の体重ってどんなもんなんだろう。素晴らしい。もっとスレンダーな娘を増やして頭サイゲ野郎どもに魅力を分からせるべき。鈴鹿さんもマックちゃんも水着衣装あるし、カフェもイベントへはあるから、スケルさんも期待する。平たい胸族ですか。こんな子もいたのか。72人いてアプリ容量でかいだけはある。全員覚えるの大変だわ。スケルの3サイズ2次元と分かってるけど、これはさすがに驚く。ウエストのデフレやばない。胸も尻も薄いんだから腰もそれくらいでもいいんだよ。いや、よくねえよそれでもアスリートか。でもこの子はサイゲの趣味枠じゃなくて史実反映枠だから、カッコ震え声。スケルトレの好みの異性とは。スケルトレもちろんスケルですよ。お菓子ボリボリ米印スケルインラブのような女性ではなく、あくまでスケルインラブが好みである。待ち受けこれにしてるトレーナー。本当に可愛いな、スケルインラブ。なんなら駆け落ちしたいくらいだからな。チューリップショーの後に駆け落ち考えそうだな。やだよ、こんな子がトレーニングで耳絞ったり、宝塚記念の後に脱水症で倒れたりなんて耐えられない。馬世界ではせめて長生きしてほしい。スケルトレイ送られたお菓子を勝手に食べて、あら、トレーナーさんも食べますか？とかますスケルはありか？送られたお菓子につい嫉妬して食べちゃったんだとしたらちょっとかわいい。ステトレに送られた VD のチョコ勝手に食ってそう。二人で仲良く食べるんやぞ。ハチャウまではメイン張ってくれるんかな。スケルインラブの育成で、過去にもらったチョコレート使いたい。どうしてもマヤチンが出てきそうで、なんかもう、スケルちゃんったら、弟弟子なのに一番ひどい表現でマヤのことをバカにしきってる。まあ、たる前の憧れの相手がマヤのだからな。もう好みとか聞かずに、スケルインラブにあなたのトレーナーの好みって何って聞いた方が早そう。スケルちゃんは攻め力は強そうだけど、逆にこっちから攻めたら弱々になる可能性がある。壁ドンしたら顔真っ赤にしてわたわたしてくれるといい。色白だから照れるとすぐ赤くなりそうだよね。愛する人を落とせたら嬉しいし、愛する人が向こうから来てくれても嬉しいもんなんじゃねえか。負けるが勝ちなんじゃねえか。トレーナーがちょっと強気に言ってみるかとばかりに素早く恋人つなぎに踏み切ったら、心臓バックバックになっててほしい。ああ、いい。ちょっとトレーナーから顔を背けるんだけど、耳が赤くなってるのがバレてほしいんだよね。冗談半分で攻めてみたら、うっとりした顔で嬉しいですわってなりそうにも思う。態度に露骨に出ても可愛い、態度には出ないけど心の中でバクバクしてるのも可愛い。言動はいつも通りだけど、かたくなに目を合わせようとしなかったり、で遊びが増えたりしてくれると嬉しい。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけど、アニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから、興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。